是千鸟，今天要为大家带来的是《空战骑兵七》第六个任务 Long Day。啊，这个任务我实在是卡太久了，终于想到办法过了，就拍个过关的影片来给大家看一下。希望可以帮助到跟我一样全hard的，然后过不了关的人。それができないものはおとりとして射撃の的となれ。一开始就往前正前方这个目标，自动锁定的时候锁定这里的 F16，所以不会找错目标。我开 A10，然后带上四个对地导弹。脅威ではないが始末して構わん。任せておけ。弱い者いじめは得意だ。啊，这四台车一次解决。F16 还没起飞之前，啊，打不中，打不中，打不中，啊，打中了！哎，打掉！四个，哎 ，A A 没有爆。次の目標に移れ。今後も邪魔の始末は頼むぞ、トリガー。あお。次来る一般部隊は大概に中中隊を超えて補給にも。だがお前たちには許されない。覚悟しろ。这里有三台轰炸机。他们很赚分。在那边聊天，在聊天。趁他们起飞之前尽量打。两颗导弹补个机炮。F16一台有400分，竟然在附近都顺手打一枪，哎，没有爆。我还有一台轰炸机耶。戦役の敵はほぼ壊滅した。よし、敵の多い場所へ移動しろ。もっと撃たれるためにな。幼稚中一番。まだチャンスをくれるのか。敵の基地は大きく3カ所に分かれている。そのうちの一つを破壊したに過ぎ。それに貴様、一体どれだけの爆撃を成功させたというんだ。ほとんどはトリガーの戦果だからな。前が自慢することじゃない、クーマと。大部分的我的战果还那么开心。爆撃が面倒が増えたぞ。さっさと始末しろ。哎呦，一台轰炸机。一定要赚得。ミサイル発射。すべての敵爆撃機を撃墜。敵の爆撃計画も見直されるだろう。明日からゆっくり寝られるぜ。悲剧新完之后，往家里那个方向。车辆破壊。峡谷那边有一整区，这是第二区。沿路尽量的打吧。スペア15目標破壊。ようやく目標を確認できた。嫌な一日にとって任せておけ。四个目标。トリガーが対空砲を一気に潰した。这个峡谷区域敌军超多的，慢慢前进，尽可能清掉，越多越好。たまには対地攻撃用の兵装を持ってきてもよかったかな。スペア15ライフ。
飞高一点好了，绕一圈再回来杀掉他们。别想起飞啊你！直升机想你两颗。打中的浪费了，先绕回来。转到有点找不到方向。OK， 第一区、第二区都清的差不多，这峡谷，剩下有一些角度不好打，就算了。回去补给吧。機体の着陸チェックをしよう。我们也可以修一下飞机。スペア15、離陸を許可する。急げ。你死帅啊！战场之后，无人机就来了。不要去跟无人机斗，这个无人机机动性这么好。我只是一台攻击机啊，专心做好对地的攻击就好了。第三区在最远的地方，直接前往。沿途如果有敌人，也可以顺便清一下。蹦蹦。那些飞机就交给队友去拖了。这里超多。发射，发射，机炮也发射。机炮远一点的话，自己预播。着弹点就可以了，不一定要等他出现那个才打的。看我这一波灭了你们全部。要跟这个四发，要不要用低炮？再来两个穿路。Yes。敵の攻撃に
对，这个隧道对面还有一群，也可以钻过这个隧道啊。我怕撞击就算了。我不小心发出去。这里四个刚好。判断を間違えたが、撃墜するなら俺が上だ。カウント頼りにならない。忙しい人を攻撃してるのバレバレなんだ。再想你们四个。攻撃は無理だ。おお、又打中。敵にロックされている。好吧，下一轮。ロックをされた。敵前頭部は厳罰に処する。番犬が吠えてやがるぜ。远一点，比较有时间瞄准。吃我四发！对啦，ここは激発する勝負といこう。どっちが一番か発見。敵基地軍への攻撃は一定の成功を上げた。差不多清完了。21000。还有两分钟。再来再锁一句啦。感觉没有几个地面目标可以打。这好远啊。算了，倒闭的目标。这个是可以打的吗？倒过来。哇！撞到三 B， 啊，撞了撞了。命中。今天拿来跟五人机玩。耶！吃掉。啊，我转错边了。哎，没有中。再一次呀，无人机。哦哟，哎，小心哦，等一下被炸掉，都已经过了，剩下二十几秒。安全に空爆ができるなどと思うが。開エース打比你们多就好笑了。好，任务完成。よし、敵の基地に十分な打撃を与えた。スペア隊、作戦終了だ。起動しろ。逃亡兵どもには必ず報いを受けさせるが、お前たちは見逃してやる。超難的啦！我打好久啊，最惨的是直播两个小时，连关都没过。おい、誰が独房入りかかけようぜ。あの爆死頭がいたら言っただろうな。怎么突然大家都没有声音了？剪片的时候才有余力看剧情，原来那个赌博的家伙已经被击坠了，难怪大家都安静下来了。这指挥官还在那边说风凉话。耶，结算喽！
何機か落ちたようだが奇襲は成功した。だが機関ラインを越えて基地で補給と整備を行った者がいる。命令違反は独房入りだ。連れて行け。好，以上就是我们空战期第六关困难难度用 A 十过关的方式啦，希望能够帮助大家。今天的影片就到这边，喜欢的话可以在下面帮忙按赞、留言、分享、订阅，并打开旁边的小铃铛，就比较不会错过新的影片跟直播哦。还有 FB 粉丝团跟 LINE 的官方账号也可以去追踪。谢谢大家收看，拜拜。